またゆっくり感想待ってます久しぶりの制服の目公演は、なんか公演終わった後はあ意外と余裕やんとか思ってんけど、なんか今帰ってきて疲労がドッときてるし、なんだろうな、なんか見てくれてた人たちに聞いたら、若い子たちの疲労と、あの初めて出る子たちの疲労と先輩たちの疲労がなんかまた違ったって言われてもうなんだろう、まだまだ動ける自信はあるねんけど、やっぱりまだもう年齢だなって思ったいや明日筋肉痛な気がする。てかなんかリハを昨日してんけど、その時点で今日朝起きたらお尻が痛くて、あなんでお尻痛いんやろうと思ったら、多分詩人の動きでお尻が痛いんだってことに今日のリハで気づいて、多分明日の朝怖いねんけど、いやでもまだまだ若いもんね、全然制服の目公演またやるよって言われたらできるもんね。でもなんか制服の目公演、それな、なんかいい曲歌詞なんか改めてこの年齢になって歌って聴いてみて、あめっちゃいい曲いっぱいあるやんって改めて思って、なんかやっぱいいね、衣装といい照明といいステージの演出も含めていいね。地下の詩人ジャンプめっちゃ好きで嬉しい、もうねめっちゃ飛んでるそしたらなんか頭1サビ終わったぐらいからウエストのあのコートのベルトが多分激しくやりすぎて取れて、それがね恥ずかしい後悔。いやそう、改めて制服のめ声でと思ったのは、水のないプールがいい曲すぎて染みた。それな、あと何分だ、あと5分だ、ちょっと滑り込み配信だから。でもやっぱりこういろんな話したいことがいっぱいあるけど、やっぱあかりさんが最後言ってくれたように、今回こうして制服の目公演をやるにあたって一緒に出させてもらえたことがめちゃくちゃ光栄だし嬉しいし、何よりも誰よりも頑張ってるあかりさんの姿を後ろから見れたっていうのもすごい自分にとっては大きな財産だし、なんか最後の最後まで学ぶことばっかだったなって改めて思ったし、嬉しかった、素直に嬉しかったね。うん、だしまたチーム違うメンバーと出れたっていうこのリハ期間といい、その時間も楽しかったです。だしユニットもね、まさかの一緒にできたのが嬉しかったな。ね、もちろんあかりさんから学んだことを今度は自分たちが伝えていく番だし、なんか改めてあかりさんの偉大さを感じたし、なんか泣いてる姿ですらかっこいいなって、かわいいなって、愛おしいなって思えるぐらいあかりさんは強い部分も弱い部分も見せてくれたから、なんかいい報告できるように頑張ろうって思いました。嬉しい、アイドル頑張るチカのことをこれからも応援したいって感じたよって、嬉しい、ありがとう。いやアイドルって素敵だなってめっちゃ思った改めてね。もっとなんかもみんな応援してって、あかりさんのファンの人たちみたいに応援しててよかったっていう風に思えるくらいの自慢の推しメンになれるように頑張ろうって思ったし、今日はこらえた、うるうるしたけどね、めっちゃ。だってさ、これがあかりさんと立てる最後のステージって思ったら寂しすぎるもん。いやー最高、楽しかった。
し、なんか一面真っ赤のサイリウムっていうファンの人たちの団結力もうすごいなって思って感動した。でもしっかりヘロヘロになったな。あと5分も切ったかな。今日はピスタチオのパルムを食べました。優しいアイス食べなよって。ゆっくり休む。そう、めっちゃ時間気になる。しかも時計がさ、こう斜め上にあるからさ、頑張って見てるね。え、生チョコアイスも食べていいの？食べるよ。嘘、食べない。でも制服の目の前はちょっとなんかちょっとご飯控えようと思って、久しぶりに。やっぱ若い時、まあ中学生かの時はさ気にしてなかったけど、今日はちょっと食べんとこうと思ってやったら軽かったけど、やっぱ終わった後めっちゃお腹減った。あ、お風呂入るよ。今日はちゃんと浸かります。お、日付終わったらちょうどちょっとそこまでも始まるみたい。見れる地域の人見てね。ロキポでも見れるし、あと YouTube でもいろいろ企画やってるので、みんな YouTube も見てね。あ、もうあとちょっとだって。ありがとう、みんな見に来てくれて。また明日も配信できたらそういうので告知するね、ちゃんと。そしてみんな現地でトーク会受付中なので遊びに来るんだよ。ありがとう、見に来てくれて。遅くなってごめんよ。明日も楽しもうね。いい一日にしようね。おやすみ。風邪ひかないようにね。みんなパワーをありがとう感じたよ。 See you。おやすみ。ちゃんちゃんちゃんこ鍋、バイバーイ。ちょい早っ。